学生時代春日の皆勤賞を阻止するために同級生と春日を遅刻させる会を発足。校門で春日が登校するのを待ち、歩いてきた春日に全員でタックルし、なんとか遅刻させようとしていた。学生時代タンクトップに学生ズボンというファッションで登校していた先輩に憧れ、自身もタンクトップを着用して学校に行ったのだが、あんな痩せっぽちがタンクトップ着てもダセーだけなんだよと同級生が悪口を言っていたのを聞いて以来、タンクトップを着て外出できなくなった。バイト先で頬骨が出ている先輩がおり、その先輩も自虐ネタにしていたことから、その頬骨カンナで削ろうかといったところ先輩が号泣した。若林が運転する車にオリラジの藤森が同乗していた時、藤森から若さんと何度も頬を触られ、初めは優しく突っ込んでいたのだが、あまりにもしつこかったためブチギレ、赤信号で車から追い出しそのまま置き去りにした。その後藤森は礼儀正しく接するようになった。